始まりました。キャプテン本田康人チャンネルでございます。このチャンネルは元日本代表の本田康人さんがゲストをお迎えして対談をしていく番組となっております。ということで本田さん、今日も始まりました。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。ですね、今回のゲストの方も前回に引き続き山口元弘さんをお招きしております。よろしくお願いします。はい、元さん、お願いします。お願いします。まあ、前回いろいろね、ループシュートの話からまあちょっと脱線して脱線したね。はい、脱線しまくって全然捕まらないんで、今回もいろいろちょっと話していただいておこうかなと思います。じゃあ早速テーマ、佐々木さんお願いします。はい、今日のテーマですね、キャプテン&ボランチ対談ということで、数々のクラブでキャプテンを務めた元サッカー日本代表の山口元弘のプレースタイルに迫る。プレースタイル、はい、まあプレースタイル、ね、まあ、前回もちょっと話したけど、うん、ね、攻撃が大好き。好きだね。いなすの大好き。うん、そうだね。そう、俺、まあ、前回も言ったかもしれないけど、徐々にだったよね。まあやっぱりもうちょっと若い時はね、点取るのが好きだったし、アシストとか好きだったしみたいな。でそこからまあ大学ぐらいからだんだんちょっとか、まあいわゆるまあボランチというかディフェンシブミッドフィールダーというか、なんかその時大学の監督に言われたのは、やっぱりその攻撃だけの半分だけの選手になるのと、やっぱり守備も大事なんだっていうのを言われて、まあ、確かにそうだな。しかもまあ攻撃だけを比べたらね、1個下の沢登りとかその辺にはもうかなわねえなみたいな感じになって、じゃあ両方できなきゃ無理だな。でね、守備やってやったら、まあなんつうのかね、まあ、攻撃で自分が考えてたことを逆手に取ってみたいな。ね、それわかる、うん、すごくわ、ね、かるよね、うん、いやここ出したくなるよなとか、うんうんうん、あ、そういうのやっていくうちに大体、ね、インターセプトとか、まあ、か読み合いで読むと、そ, ううのその気持ちよさとか、うん、だんだん出てきたり、そう、ね、ボールが動いてる時とかさ、考えてんだろうなと、うん、俺も考えてたから、そうそうそう、そういうタイプだったから考えてんだろうなとかって、ね、うんうん、そうそう、あとプラスその逆にボールを持った時はその、ね、うん、攻撃が好きな選手をどうやって生かしてやるとか、うん、やっぱ その選手ってさ、まあ本当なんかよく言われてる、ボール触りたがるじゃん、ね、触りたがる、だからこうね、そうそうそう、受けに来るからね、一回受けさせてやるってこいつ気持ちいいんだろうみたいなって。だからさ、今さ、J リーグのボランチやってる若い選手もね、うん、もちろんね、できてる選手もいるんですけど、預けるって動作ができない選手多いじゃないですか。あ、多い多い、ちょっと触りたいから受けに戻るじゃないですか、うん、背負ってても技術ある選手だったら、そう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 、預けてで預けたらその選手が判断するわけじゃないですか、ダイレクトとか、うん、まあ、そうそうそう、タッチでちょっとまた戻ってくるのか、うん、まあ、前向くのかって、その本人が技術あるから判断できるわけじゃないですか。だから僕も信用して預けるわけじゃないですか。うん、そうそうそう。それができる選手ってちょっと最近少なくない？いや、少ないと思う。で、ね、解説とかの、まあ、前仕事してた時もさ、見ててさ、まあ、よく喋ってたのがさ、やっとだから見てて終わった後に、やっとお前あの時触れたかったろとかって言うのは、いや触れたかった、うん、でも多分出してから見たら怖いんだと思うよっつって、うん、でも絶対お前なら大丈夫じゃんね、うん、あれはマークに疲れてないと一緒だろうみたいなのあるじゃん、うん、ね、女の子も一緒にやってたらビスマルクとかだってそうじゃん、うん、ね、預けるときは絶対取られねえし、俺もだから、うん、まあ、ジーニョもそうだったし、うん、まあ、ピクシーもグランパスでやったときに、でやっぱグランピクシーなんかやったらやっぱ言ってたもんね、信じろって、信じろって、俺は信じろみたいな、うん、信じて出すと絶対取られねえしみたいな、あ、なんかそういうのもあったりとか、そういう前の選手を日の目を浴びないのはね、よくわかってるじゃん俺らね。だけどその前目のやつがね、いいしてプレイしたら、なんかまあ本当は一緒かもしれないけど、自分の心の中で、あ、こいつを生かしてるのは俺だみたいな、うんうん、コントロールしてるのは俺だからみたいな、そう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 、そういうさ、そういう思いがなんか持ってないとできないよね、うんうんうん、だってさ、なんかじゃあそういう選手たちでうまく0点に抑えたら、やっぱりキーパーかディフェンスでしょ、いや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 、俺らどんだけ働いてんねんみたいなあるじゃんまあまあ家事取ってるのはね、僕らですからね、そうそうそう、でもそういうのってあんまりさあんまり持ち上げられなかったりしてさないないない、で一時ね、俺なんだろう、サンパイオと話した時もやっぱサンパイオもそんな考えで、うん、ああまあそうでしたね、ボランチ守備でしたからね、うん、そうだから俺らって、うん、俺らの仕事なんてこんな大変だよなみたいな感じで、でもまあそういう風な思いでやるしかねえよなみたいな感じで、でなんかサンパイオと2人だけで、じゃあ今シーズンどっちが点多く取れるか賭けしようぜみたいなとかやったりとか、 あとさちょっと前に流行ったのがさ、
なんかテントってさ、なんかまあユニフォーム脱いで、うん、その下になんか隠し持ってたりとかさ、プリントしてるみたいな選手いたじゃん。まあそういうのもさ、やっぱ俺とか参拝とか見て、うん、俺らあんな考えできねえよなみたいな絶対ないね。ないね。絶対ないね、うん、だって俺なんか点取ったらジーコにみんなで基本的に相手の陣地で喜べって言って、でお前はあの次すぐ始められないようにボールのところで言われてたんですよ。だから俺輪のところに行かずに俺それだけボールのところでこうプレー再開させないようにとかね。だからさ、なんかさ点入ってももう違うことを考えてるよね、なんかね。だからさ、気になるすぐ違うことを考えますね。そうだ、気になる時、はいはい、こういうことがあったらさ、もう点入った瞬間にディフェンス呼び寄せると、はい、お前、うん、もうちょっとここにしろよとかって言ってるよね。そうそう、ね、修正ですよね、修正、はい、うん、間違いない。なんかね、なんかそんなような、まあ、プレースタイルというかだんだんなったかなっていう。だからなんか余計なんですかね、周り見なきゃじゃん、うん、だからいろんな意味でプレーもそうだし、プレーもそうだしさ、プレー以外のところも、まあ、さっき そのキャプテン論みたいな感じじゃないけどさ、あこいつ調子悪いなとかさ、あこいつなんかすぐ落ち込みやがってとかさ、なんかね、そうだから、そういうふうにありますね。タイプによってさ、ちょっときつく言った方がいいかなっていうタイプと、そうそうそう、これきつく言ったらダメだからちょっとこう持ち上げて大丈夫だお前好きなのやれいいからみたいなことを言った方がいいタイプとか、そういうタイプ分けでちょっと言葉をのチョイスを変えるみたいな、ね、うん、なんかそういうのがあるな、プレースタイルとか、まあ、そういうのもプレースタイルが反映されちゃうのかなと思うけどね。野本さんさ、なんかポイントポイントでボソボソっていうタイプ、うんうん、俺のイメージはね、うん、でもその的確にボソボソだけど、あの落ち着いた感じで言ってるんだけど結構きついこと言ってるっていう、ね、そうだね、本田は全部が全部鋭いけどでだからさ、俺と本田が揃っちゃったらきついんだよね多分ね。だから本田はずっと言ってる、バーって言って、本田がちょっと場があった時に俺がスパンって言っちゃうからね、でもそれが分かってくることがある、ね、絶妙だと思う。あのピンポイントでパンってね、落ち着いた感じでね、あの突き刺さるようなことをね言われるとすごくね響くだと思いますよ。俺はどっちかというと、まあ相手によってはうるせえな、また怒ってるよって思われがちだけど、モツさんの場合はあれやべみたいな。だからまあよくね、代表の時とかあったのが、まあ結構本田と来た、本田と相馬結構バー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 言ってて。でなんか相馬確か話してて、なんか相馬もいろいろ戦術に関してはうるせえ方だから、うん、話してて一息ついた時に俺が相馬に、おめえいいから走ってりゃいいんだよって言って終わっちゃったみたいな、うん、お前とりあえず走ってりゃいいんだよみたいな。完璧です完璧です、あれ完璧です、はい、間違ってないんですよ全然、うん、もっさん、はい、最近の J リーグでもいいし、はい、まあ、海外、まあ、でもいいんですけども、俺ランチなんか僕らがやってたボランチと、まあ、若干ちょっと変わりつつあるじゃないですか。やっぱ僕らの時は個性が強くて、まあ、僕だと守備、まあ、当然モッツさんだったら、まあ、攻撃は当然参加するんだけど、うん、もちろんボランチとか守備も両方やってた選手とか、ゲームを組み立てる選手も守備しか、まあ、守備しかやらない、守備がほとんどこう主になるっていうタイプでこうバランスよくやってた時代だったと思うんですけど、今はなんかどっちかというと目をつむ選手っていうよりかはゲームを組み立てられる、攻撃参加できるっていうのにちょっとずつちょっと変わってきてるのかなっていうふうに僕は感じるんですけど、うん、その辺どう思います？プラスなんかこう、うん、走ってっていう選手が結構多くなってきたかなっていうのはあるし、うんうんうん、なんかこうめちゃくちゃ特徴がある選手は少なくなってきたかなっていうのはある。そうなんですよね、そうなんですよ、それは思いますね、うん、なんか特徴がね、うん、このストロングポイントっていうのがなんかね、そうそうそう、まあ、どのポジションでも言えることだと思うんですけど、なんかよくさ、まあ、ボランチだけにもかかわらず、うん、なんかこういろんなポジションできなきゃみたいな感じにもなってきて、なんかでね、俺あとで一つね、前も嫌だったのが、うん、センターバックだった選手が急にボランチやるみたいなとか、うんうん、まあ分かるんだけど、うん、みたいなのあるじゃん、うんうん、できなくはないけどできなくはないけどなみたいなだとか、うんうんうん、違うよなみたいな、ね、まあ、俺とか、まあ、本田だったりその頃の、まあ、福西なんかもそうだし、なんか分かりやすい特徴を持った選手が多かったかな、うん、色がね、うんうんうん、なんか今ちょっと似通っちゃって、
ある程度、うん、走れてとか、まあ、もちろんねサッカーなんで走れなきゃいけないんだろうけど、うん、はい、もちろんね、はい、そこはまあもちろんだけど、うん、なんかどれもこう、こう、まあ、中途半端というか、うんうん、かなっていうのはちょっと思っちゃうな。そうですね、神戸の、ね、山口ホタルなんかは、うん、僕はですよ、僕はなんかこうボール出し能力がにすごい優れてる選手かなと思うんですけど、うん、もちろんあの上下動もできるし、スルーパスもできる、点も取れるとは思うんですけど、一番のストロングポイントは僕はボールダッシュだったから、うん、守備的なところに置いた方が一番生きるんじゃないかなって僕個人的には思うんですけど、まあ、ね、うん、今はちょっと高い位置じゃないか、そうそうそう、前に行ったり ね、そこでも守備ができてるからっていうのももちろんその戦術的な問題ももちろんあるんですけど、そつなくできちゃうからね、そうなんですよ、だから最近の選手っていうのはこう平均的にこう全てできるタイプが多いから、うん、まあ悪いことではないんですけど、うん、まあそうだね、そこってどうなのかなって、うん、なんとなく古いかもしれないですけどなんか思うんですよね、うん、だから今、まあ、俺もちょこっ、はい、まあ、今もちょこっと見てるけど、まあ、アカデミー そのユース年代とか見てても、はい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 、やっぱボランチのところでこう特徴を出せるような選手ってなかなか出てこなかったりとかするよね。それによってやっぱ変わってくるじゃない、だいぶ。で、まあ、そのユースの時はボランチじゃなくても、ボランチの適性がありそうな選手みたいな感じでやっぱ探すわけよ、うんうんうん、でもやっぱりそのメンタル的にさっきの話じゃないけど、うん、その周りを生かすとかあんま考えてなんか、まあいいんだけどそれも、まあ、ボランチは俺が大将みたいな感じで、うん、なんかこう、そうね、ボールをずっと持ってたりとか、うん、いやそれ、うん、コントロールってそういうことじゃねえんだよなとかって、ね、コーチングもできて人を動かせないと、そうそうそう、なかなか難しいですね、まあ、もちろんコントロールだからボールを受けて自分でボールしばらく持ってとか、それがなんかコントロールと勘違いしてて、本当にチームコントロールっていうのはもうボール受け、ね、後ろから受けてね、しっかり前につけてとか、そうやってそのチームが流れを良くするのが本当のボランチなんだよなとか、それを教えるのってどうやって教えんだろうとかって難しいですよね難しいですよ。僕もね今ねすごくちょっとふって思い出したのが、まあ、サイドハーフとかサイドバックからボランチが少しサポートして受けるじゃないですか、うん、受けた時にトラップがねちょっとプレッシャーを感じてるだけで後ろ向きのトラップするんですよ。え、まだそんなね結構ね1メートル以上ねそんなプレスがないのにもうやっぱ来てる感じがするんでしょうね、後ろに止めるんですよ。そうすると結局また後ろからやり直しじゃないですか、ビルドアップは、うん、そこで例えば角度いい角度でもらえたとしたら前へパッて抜ければね、もちろんかわすこともできるしワンタッチツータッチでパスも出せるしっていう選択肢が広がるのに、後ろにトラップしたら選択肢が広がらないじゃないですか、うん、そうそう、そういう選手をねよく見るんですよ。なんか僕らの時代の方がなんか取られてもみたいなチャレンジっていう選手が多かったのかなって、うん、まあ、ボランチはこうじゃなきゃいけないっていう、これをしないとできないと残れないっていうような意識を持った選手がやっぱ数多くいたのかなって、まあ、まあ、うん、まあ昔と比べることじゃないかもしれないけどね。ちょっと長々となりましたけども、ちょっとありがとうございます。はいはい、いえいえ、とうございます。またちょっとグランパスね、ちょっと優勝争いしてほしいなって個人的には、はい、やっぱり知ってる元さんがグランパスに関わってるわけだし、うん、まあグランパス OB のね、飯島も僕同級生ですし、そうだね、飯島、森山同級生です。ああ、そうだね、森山。はい、なのでグランパスはね、やっぱオリジナル10、最初からね、うん、初年度からチームで、やっぱりね、ちょっと優勝争いにね、こう絡んでほしいなって感じで、ぜひぜひ、なんとか頑張ります。はい、いい選手と飛ばせてもらって、まあちょっとね、チームがこう強くなるように願ってます。はい、ありがとうございます。もう、本当に。今回はありがとうございました。いやいや、とんでもないです。またちょっと、こういう企画があったら、お願いします。ああ、もう、ぜひぜひぜひ、はい、また。また、こういう時だけじゃなくて。違うテーマで。はい。そうですね。はい。とかでもまたその時はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、佐々木さん、はい、じゃあこんな感じでよろしいでしょうか。ありがとうございます。ということで今回でちょっと山口さんの回は終了となってしまいますが、またどこかでお話できたらなと思います。はい。で今回はありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。